フェラーリを初めて購入した時のお話を伺いたいのですが、憧れの車を手にした時の気持ちは高揚しましたか？何回か話したけど、これも小室さんがフェラーリ買って、で芝の小室さんの家にいたらちょうど納車されてさ、それ隣に乗っけられて、ちょっとその辺一周ドライブして、松浦君も買った方がいいよって言われて、ああそうですか、いいですねって言ったら、営業が来たね、買ってくれんのかと思ったんだけどさそれは無理だったよ、買う気なかったんだけど、最初のフェラーリは買わされてしまったよ。まあ良かったけどね。それが最初のフェラーリで、それから何回買ったか分かんないけど。え、これオープンになるんですか？これ新しく納車された2台ですか、会長？うわー、ちょっと周り見ていきましょう。458って、このフェラーリ458って名前なんですか？458のアルテチアール、アペルタ、オープンです。え、これオープンになるんですか？マジっすか、やば。458とスペチアーレの違いは何ですか？458の限定車ですね。あ、そういうことなんだ。あれの正式名称がピスタ、488ピスタ。ピスタっていう、はい、グレードが本当に下がらないよこれ。いや、それはちょっと下がるかもしれないけど、そんなにね、アホみたいには事故らない限りは下がらないよ。